25対21でトヨタ車体クイーンシーズが第2セットを取りました。25対20です。ご覧いただきましたように、2022はダニエル選手に喜びの声をいただきたいと思います。まずは VOM おめでとうございます。今のお気持ちお聞かせください。Pretty good idea of what each team can do, and this is like a very physical team and very tall. So, I think it was a good way to start the third round of playing the teams. 今週から3レーグが始まって、で、PMU さんは身長も高くて身体能力も高いチームだったので、そのチーム相手に勝利を挙げるという良いスタートが切れて本当に良かったと思います。今日試合を振り返ってご自身で良かった点どのあたりになりますか？I feel like attacking, just trying to like stay aggressive and hit high because they are a good like blocking team, and trying to scrap on defense. So. 今日良かったのはまずオフェンスの部分、ブロックが高かったので高い打点からしっかりアグレッシブに打ち続けることができて、それが良かったなと思っています。それからディフェンスもしっかり頑張れたかなというふうに自分では思っています。その粘り強さから勝利を収めました。今日はたくさんの、ファンの方も詰めかけてきてくれています。また明日も試合がありますが、明日に向けて一言お願いいたします。ありがとうございます。And we hope to see you guys tomorrow. It was a really good like energy in here, and it was very nice to play in this gym. So thank you. ありがとう。今日はとてもいい空気の中でいいエネルギーをもらいながらプレーすることができましたので、また明日もぜひ試合にいらしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度 VOM ダニエル・カッティーヌ選手に盛大な拍手をお送りください。おめでとうございます。